はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はパズドラ、ラス降臨、鋼の星のお医者さん、絶地獄級やっていきます。鋼の星の医者、どういう意味なんですかね。はい、今回ね、右側の方に、それぞれのコードパターンの方を書いておきますので、そちらもね、テキストになりますが、見ながらね、ご視聴ください。今回、挑むパーティーは相変わらず安定しているエドワードパーティーです。それじゃあ早速レッツゴーといきましょう。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、それではやっていきましょう。プチボム、この左側のやつのプチボムがめんどくさいので、はい、シャリアスルーツ使っていきます。この爆弾ドロップ1個だけっていうのが本当にめんどくさいので、すぐに、なんていうんですか、こういう感じで盤面をきれいにできない場合は、そうですね、なんだったっけな、スキルで1個対策があるので、そちらを持っていくといいかもしれません。お邪魔ドロップ耐性だったかな。あれはお邪魔ドロップ耐性で、消すことができます。爆弾ドロップもお邪魔ドロップ扱いですね。で、真ん中のやつが 50% 半減としてきますが、そこまで強くはないかなと。2フラメドロップ変化してくる魔法剣士じゃないね、魔剣士2人が出てきます。そしてバインド2体とって感じなんですが、まあ次攻撃してくるまでに全体に3ターンありますので、スキルためをしてもいいかなと思いますね。ただまあ今回は普通に倒します。スキルためをしなくてもまあ大体いけますので、これでいいかな。盤面で8コンボ、光が消せてるのはいいですね。はい、これで突破です。3フラメ、3フラメですが、リヴァイアさんスキル使用負荷をしてきますが、このパーティー 100% 無効化してくれるので大丈夫です。リヴァイアさん自体は長引かせるとめんどくさいってタイプだったので、まあ一撃で倒していきましょう。あー、水揃えられたな。水揃えられたわ。ミスりました。落ちてきました。はい、リヴァイアさんも突破ということで、中間フロアですね。4フロア目。防御用システム、防衛システムだったかな。ゴーレムさんが出てきますが、まあそこまで苦戦はしないかなと。こいつも倒していきます。ちょっと待ってくださいね。シャ。こうして、回復。おう、これでいいかな。よし。OK。盤面8コンボ。光が消せていないが倒せました。強いな。相変わらず。はい、5フロア目。トリトンの重圧。これは割合ダメージですね。はい。次攻撃してくるまで2ターンあるので、1ターンスキルを、貯めるっていうのもあります。まあ、今回は、ユーナさんのスキルだけ使って倒していきます。ちょっと待ってね、これは闇が揃えられてない。1コンボバント作れたんですがね、まあ失敗しました。ただまあ突破できますと。はい、ボスの1個手前6フロア目、守りの衣、めんどくさいですね。ぐんぐんにいると、まあ80% 激減がかなりきついっちゃきついんですけども、彼神タイプなので、はい、まあ、ある程度の火力で倒せるんじゃないかなと思います。まあ、今回シリアスルーツが入ってるのでちょっとやばいな。考えちゃったせいで火ドロップを揃える時間がない。しかも水ドロップをミスりました。落ちてきて16倍はいきましたが、神キラー3つはさすが強かったということで、はい、ボスですね。ラッスアンチボディ状態異常無効化、ヒプノティズム。1ターンの間リーダーを交代としてくるんで、ここはめんどくさいので耐えます。まあそうですね、シェリアスあたりだったら変わってもご利用せたりするんですが、ちょっと今回シェリアスじゃなかったし、このキャラクターのリーダースキルを覚えてないしということで、あー、コンボミスった。あー、OK かな。まあ多分これじゃ倒せません。 あと1コンボあれば倒せたね。
攻撃力が2倍に上昇した。レメディ少し回復しますと。はい、1段の間だけですので戻りまして、はい、まあここまで来たら普通にコンボすれば倒せるんですが、まあスキル使っていきましょう。あと僕がコンボをミスらなければ倒せると思います。いやー、はい、ほいほい、オッケー、これでもう確実に倒せます。まあラスはね、あの根性ついてないので、まあ、楽かなと思います。はい、ということでラス降臨クリアです。鋼の星の医者っていうかラスの元ネタって何なんでしょうかね。ちょっと気になってはいますが、絶地獄級クリアです。少しでも参考になれば幸いです。おっと、あー奇跡で手に入ったのか。これはちょっと嬉しいかな。まあ全部売ると思いますが。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。